神君のインスタストーリーが彼氏感満載で、I love you a self もん絶。胸元ウェットヘアにドキドキが止まらないターコイズブルーのアクセが似合いすぎ、尊い。神宮寺雄太のライブツアー、ナンバーアンダーラインアイライビーツアーが行われている中で、彼のインスタグラムストーリーがファンの間で大きな話題を呼んでいます。コンサート会場に足を運べないファンたちにとって、 SNS で共有される彼の姿やメッセージは特別な贈り物です。それはただの写真やコメント以上に、ファンと彼との絆を深め、つながりを感じさせてくれるものとなっています。ライブに行けなかった人々も、スクリーン越しに彼と心を通わせる瞬間を大切にしています。実際、ストーリーに対するコメントからは、ライブに行けていない ILYs、ファンの呼び名のことをちゃんと思ってくれていると。 神宮寺がファンへの愛を絶えず送り続けていることに感謝する声が溢れています。さらに、彼の表情やスタイルに対する反応も注目に値します。例えば、福井での公演を楽しむ彼の姿に、鼻の穴まで可愛いい、もうセクシーで沼もいいところ、と表現するファンもおり、その愛情表現はユニークでありながらも心温まるものばかりです。また、色気がものすごい画面が割れちゃいそうといったコメントには、 彼がただのアイドルとという枠を越えて、魅力的な存在であることが伝わります。彼の写真やメッセージが更新されるたびに、ファンはその美しさや優雅さ、そして身近に感じられる親しみやすさに胸をときめかせています。このようなファンからの反応を受け取るたびに、神宮寺もまた自身の存在意義や役割について改めて感じ取っているかもしれません。多忙なスケジュールにもかかわらず、彼は頻繁に SNS を更新し、 ファンの期待に依頼ようとしていますそれはステージ上のパフォーマンスだけでなく日常のさりげない瞬間を共有することでファン一人一人と心を通わせようとしている姿勢に他なりません。ファンが彼氏すぎると冗談交じりに言うほど彼のメッセージや写真はファンの心を温かく包み込み特別な存在であることを再認識させてくれます。また 彼のインスタグラムストーリーにはライブの臨場感や緊張感も映し出されています。ファンは彼の姿勢や表情から、その場の空気感や彼の気持ちを感じ取り、ライブへの期待感を募らせているのです。あるファンは、や、公演もぶちかましてね、と応援のメッセージを送り、彼がどれだけ全力でパフォーマンスに臨んでいるかを感じ取り、心からのエールを送り続けています。特に、ファンの間では、 彼の胸元が少し開いたスタイルやウェットヘアが話題となり、その色気に魅了されたファンが次々と沼に引き込まれていくようです。福井でのライブ初日に披露された、ターコイズブルーのアクセサリーに合わせたコーディネートにも注目が集まりました。シンプルながらも洗練されたスタイルは、彼の持つ美しさを引き立て、さらにファンを魅了する要因となっています。ファンからは、いや公演も楽しんで、最高だよ、神君。 といったメッセージが絶えず寄せられ、彼への熱い思いが伝わります。また、胸元とお口どうにかしてほしい、といった感情あふれるコメントが見られるのも、彼の持つカリスマ性とファンとの深い絆があってこそです。こうしたやり取りから見えるのは、ファンが単なる観客でなく、彼にとって特別な存在であるということです。SNS の更新を通じて、神宮寺はファンと日々の思いを共有し、 まるでそばにいるかのような親しみを感じさせてくれます。そしてファンもまた、その瞬間瞬間に反応し、共に楽しみ、共に喜び、彼の成長を見守り続けています。神宮寺が発信する一つ一つのメッセージは、ファンにとっての心の支えであり、日常の中での特別な瞬間なのです。さらに、彼がライブに向けて準備をしている姿勢や、一つ一つの公演に全力で挑む真摯な態度が、 ファンの心に深く響いています。神宮寺は、そのパフォーマンスだけでなく、舞台裏での努力やファンへの気配りを惜しみません。それゆえに、ファンは彼に対して感謝の気持ちを抱き続け、また新しいファンが増え続けています。多くのファンが SNS を通じて、行けないけれど、遠くから声援を送ってると語り、彼の姿に勇気をもらっている様子がうかがえます。SNS が発展する中で、 アイドルとファンの関係もままた変化しています特に、神宮寺のような一途で真面目なアイドルが発信するメッセージは、ファンにとっても安心感と親近感を与えています。彼の投稿を見て、元気をもらえる、今日も頑張ろうと思える、といった声が多く寄せられているのは、ただの憧れや追っかけを超えた、心からの共感が存在するからに他なりません。日常の中でアイドルの存在が励ましになり、 彼の頑張る姿がファンにとっての力となっているのです。ライブでの姿やステージ衣装、さらには舞台裏でのプライベートな一面が見られる SNS は、ファンにとっての特別な窓口でもあります。直接会えなくても、SNS を通じて彼の成長や新たな挑戦に触れられる喜びは、ファンの心に確かな絆を結びます。彼がその場にいるかのような臨場感や、ライブの熱気を感じさせる投稿に、 多くのファンが胸をときめかせ、今度こそ生で見たいとライブ参戦への期待を募らせているのです。また、ライブでは曲の歌詞に登場する翔くん、神くん、岸くんが実際に歌われ、ファンはその歌詞に合わせた飲み物を買い求めるなど、一体感が増しているのも見逃せません。ファンの間では、次は私たちもこのライブに参加したいという声が強く上がっており、ライブの持つ力が彼らの絆をさらに深めています。 ステージ上の彼の姿がリアルタイムで SNS に投稿されることで、ファンはその場にいなくても熱狂的な瞬間を分かち合い、さらに親密なつながりを感じるのです。このように、神宮寺勇太のライブと SNS での交流は、彼とファンが互いに支え合い、成長し続ける関係を象徴しています。彼が発信する一つ一つのメッセージには、ファンへの感謝と愛情が込められており、 ファンもまた彼に対する思いを素直に伝え続けています。神宮寺ー太のライブツアー、ナンバーアンダーライン・アイ・ライブツアーに参加することは、ファンにとって特別な体験となります。多くのファンは、ライブに行けない日も神宮寺ー太のインスタグラムストーリーや投稿を通じて、まるでその場にいるかのような臨場感を感じており、その瞬間瞬間が宝物のように思えると語っています。福井公演の初日も例外ではなく、 神宮寺がシェアする一枚一枚の写真に対するファンの反応は非常に熱く、まるで彼氏のように頻繁に更新してくれることに感謝しつつも、彼の見せる愛らしさや色気に戸惑い、ドキドキしながら見守る様子がうかがえます。ファンは彼のファッションや髪型の変化、胸元の開き具合に対してコメントし、それぞれの視点で神宮寺の魅力を語るのです。ライブ会場に直接足を運ぶことができないファンでも、 神宮寺がライブ中に発信してくれる今この瞬間の映像や写真のおかげで一体感や共感を感じることができます。福井公園の写真や映像を通じてファンは神宮寺がつけているターコイズブルーのネックレスや日頃から感じられるファッションセンスに感動しそのディテールにまで思いを巡らせています。また彼のストーリー投稿はファンにとってお守りのようなもので。 日々の忙しい生活の中でも神宮寺の笑顔や美しい姿が励みになっているといいます。神宮寺が見せる少し切った髪や濡れ髪スタイル、色気が漂う目線といった外見の変化が、ファンにとっては新たな驚きや喜びを生み出し、ファンの心を捉えて離さない理由の一つです。このように、神宮寺がライブツアーを通して発信する情報は、ファンとの強い絆を深め、彼らの心を癒す存在となっています。 ライブのステージでは、彼の歌声とパフォーマンスがファンを魅了し、観客はその一挙手一投足に目を奪われます。遠くから応援するファンにとっても、彼のライブを通じて、自分もそこにいると感じられる瞬間が存在し、その感覚はインスタグラムを通じてさらに強化されています。ファンの中には、神宮寺の写真を見ながら心拍数が上がったり、胸が締め付けられるような感覚に包まれたりする人もいるといい、 ライブ体験は単なる娯楽ののの枠を超えてててファンの生活の一部としし機能していますまた、神宮寺はインスタグラムを通じて頻繁にファンとコミュニケーションをとっており、その投稿内容により、ファンが見逃すことなくライブの熱気やエネルギーを感じることができる工夫がなされています。彼のファンへの思いやりが込められた投稿は、単にアイドルとしての役割を果たす以上のものであり、ファンからの愛情に対する返礼でもあるのです。 多くのファンがコメントするように、彼氏以上の存在として日常生活に欠かせない存在になっている神宮寺の姿があり、ファン一人一人にとって彼の言葉や表情、ちょっとしたしぐさが特別なものとして心に刻まれています。